こんにちは、マダチマンです。今回もやります、仕入れ古着開封。一攫千金を狙うっていうね、何が入ってるかわからない古着ボックス、こちらを開封して一攫千金を狙おうっていうね、企画ですね。第3回目です。こちらの古着、リークローゼットっていう無人の古着屋さんに出す古着なんですよ。そちらの販売価格がマックス1000円なので、1000円以上のものは当たりで、1万円以上のものは大当たりですね。1万円以上の大当たりをね、ちょっと狙って毎回開封しております。という感じでね、前回前々回で1万円以上のもの出なかったんですけど、今回こそね、ちょっと引き当てていこうかなと思います。ぶっつけ本番でやっております。やっていきましょう。さあ、じゃあ一発目こちらはい、エプロン、わからんけど、まあ、こういうね、洋服じゃないようなものも入ってます。中にはね、雑巾だったりとかも入ってます。その中から高額商品を引き当てた時の喜び、なんとないですね。はい、アシックスのスポーツパンツでーす。はいはいはい、名前書いてあったな。あとは、あ、婦人服着た。やっとちょっとしたカジュアル系というか、こちらもリークローゼットですね。まあ1000円以下で売り出すものになります。はい、こちらもノンブランドのワンピース、肩パッド入ってる。肩が古いものも結構入ってますね。はい、こちらスポーツジャージー、セットアップとかに出てきたらね、美味しいんだけどね、リークローゼットに出すな。だから1000円以上狙ってるから。はい、アディダスのちょっと古そうな T シャツですね。ちょっとタグが古い、あるのかな、ワンちゃん。よし、じゃあ行きましょうか。はい、サーマルノンブランドのサーマルです。ギルスってあれだね、ショッピングセンターよくあるね。はい、ピアスソースね。で、こちら、あ、405、ちょっとどうなのかな。ちょっとそんなに高くなさそうだから1000円以下で販売します。あ、 PK のこの T シャツとか可愛いじゃん。はいはい、切り替えになってますね、裏は無事。はい、ちなみに2箱開けてくんで、パッパや行きましょう。前回何出たっけな、あ、コーチのバッグとか出てきましたね。こういうね、大当たりもあります。ノンブランド、お、お財布、小物は期待できるよ。あー、けどこれはちょっとノンブランドだな。ノンブランドのお財布出てきました。レザーになってます。はい、これもちょっと型の古いドレス系のやつですね。バッグ、結構バッグ出てくるんだけど、お、ここからちょっとバッグが続きますね。アングリッドのバッグ、レディースブランドですね。はい、こちら、え、違う、ビトって書いてあるからビトンかと思った。ビトリーを読め。これ高いのかな。あー、ジップが安い、ジップが安いから、あー、ちょっと調べるか後で。はいはいはい、最後にね、あの調べるコーナーもあるんで、メルカリで調べます。エドウィンのズボン、気づかな、ちっちゃいと。で、ノンブランドのブリヂストンの T シャツ、お、マーク、マークのトートバッグ、かわいいね。あ、しかもコールマンとのコラボ。ほら、そういうのもあります。あとはこれもノンブランドバッグ、こういうのはね、無人の古着屋さんに行きますね。これもちょっと合皮だね、合皮。はいはいはい、お次はこれもノンブランド KBF のバッグです。ちょっとあれだね、光学系がなかなか見つからんね。はい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 、これは模服か、模服ラッシュ。あとはこちら黒色のドレス、あ、ちょっとタンスの匂いがねしますんで、多分本当にお片付けの時にね出てきたんでしょうね。はい、こちらもドレスになります。ノンブランド、ちょっと型古いね。あとはレディースからレディースのテーラード、はいはいはい。お、何これ、あ、ポーターとかだったらいいんだけど、安いかな、どうなのかな。お、やべえ、カミソリ入ってた、危ねえぞ。よかった、気づいといて。これは特にブランド書いてないから保留で。はい、グローバルワークのパンツ、これかわいいじゃん。メンズかな、レディースかな、ちょっと分からんけど、これボロボロだね。ボロボロのエナメルバッグ、これはちょっと巾着っぽい。やべえ、やばいぞこれ。イオンの、あ、セットアップなのかな、まあ後で出てくるでしょう、上が。はい、パンツ、これもなんかもう触った感じで分かる、自由だ、質はいいけどね。はい、あ、ネスタのウエストバッグ、サイドバッグ、これね、あれですよ、これ知ってるんですよ、これ福袋のやつです。20代前半の頃に福袋は取り扱っててね、これ入ってました。こういうお店でも働いてました。一応ストリート系のお店とルード系のお店、あとはね、西海岸ファッションっていうか、アメカジ、レオンとか、全然毛色が違うけど、そういう感じのね、お洋服屋さんやってました。結構ね、いろんなジャンルやってると思います。もちろんレディースも取り扱ってました。あ、ワンウェイのコートだからね、一応詳しいんですよ。一応詳しい系でやってるショッピングセンターのブランドは、プーマの、あ、ジュビロのユニフォーム、プーマのやつですね。しかも未使用、すげえじゃん。はい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 、ちょっとやべえ、アメリカンホリック、アメリカンホリックだね。5年前ぐらいに発足したブランドだったかな、確か。はい、お次はこれは、まあパンツはそんな高くないけどね、レプシム、これもビークローゼットだな。ちょっとカジュアル系のいいとこだけど、ビークローゼットに無人の古着屋さんに出すんだったらいいとこだけど、ちょっと狙いの高額系ではないな。あ、ニコアンドのパンツも出てきた、ほら、めっちゃ可愛い。なんだろうこれ、ブースカット的なやつになってる。可愛いです。カジュアルウェアというか、なんか大衆受けするやつが多いっすね。
一発ハイブランド来いよ。お、スカート。さっきのパンツのやつですね。ニコアンドのスカートでーす。これも期待が。はいはいはい、ノンブランド。ここら辺はあれかな、あと2個。じゃあこっちから行くか。こっちから行きます。ワンウェイのスカート。短いな。ギャルだな。しかもスカートじゃねえ。ショートパンツだ。はい、次。デレン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 。あった。打ちたゴミを、ノー、なんて読むか。ノーヒー。ノーヒー。ちょっとわからん。やべえやべえ、疑わしきものがこれしか出てきてない。しかもこれも高いのかどうなのか全くわからん。さあ、2箱目いきますか。おそらくこの企画毎週やっていくんですよ。なのでハズレ回もねあるかもしれん。仕込みなしやってるんで。はい、トーマス、エプロン、かわいい。危ういぞ、こっからスタートするとか。これはこれはノンブランドだね。ノンブランドのバッグでーす。かわいいけど、かわいいけど求めてねえんだ今。はい、次 GFSY。 なんだろうこれ。あ、中綿ですね。中綿のバーコート。ほい、かわいいじゃん。こういうの小学生とか持ってるんじゃないですかこれ。かけてね。ほら、めっちゃかわいい。あ、ニコアンドのウエストバッグ出てきた。これいいじゃん。お、俺欲しいな。これちょっとこっちの色がヤバすぎて書き消される。はいはい。あ、ちっちゃいけどいいじゃんいいじゃんいいじゃん。めっちゃかわいい。はい、できた。どうですかこれ。めっちゃいいめっちゃいい。ほら、はい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 。これは当たりですね。しばらくちょっとつけとこう。はい、こちらはノンブランドだ。やばいぞ。いいのが来ない。ちょっとヤバめのいいブランド来ないかな。イングイングのスカート。あ、いいんだけどね、形がすごいね、かわいいの多いから。当たりっちゃ当たりなんですよ。仕事やってたら、普通に仕事で開封してたら、あ、いいじゃんってなる。これ当たりの箱だねってなるんですけど、動画だともっと上をね求めてるんで。これも違うね。よし、次行きましょう。この紫色も危ねえか。あ、アースのパンツでーす。はい、アースはもう外しがないね。かわいい。はい、ふっかふかのベロ味の MA1 出てきた。あ、何これ。あ、フードになってんのかこれ。かわいい。これは切り離し不可能の MA1。 閉じてみる。こんな感じです。これめっちゃかわいいじゃん。どこのブランドだろう。あ、イングだ。しかもタグが新しい。新作、比較的新しいタグです。これが比較的新しい方。比較的ね。はい、これ子供のやつ。わかんないけど。はい、次。あ、これはノンブランドだな。あ、エルサ。あ、ない、ユキ。よし、じゃあ次行きましょう。アベネント。アベネント聞いたことねえな。はい、こちらロングコートですね。これもちょっと型古いから、ビークローゼット。あ、ユニコーン、ポケモンだって。めっちゃ可愛いよほら。はい、お次。あ、レイジブルー。レイジブルーのニット、もう終わってくぞこれ。やべえぞ、毎回なんか焦ってるような気がする。アーバンリサーチのコーディロイパンツ。はい、次。レイジブルーニット。レイジブルーとかもね嬉しいですけど、ね、お、アディダスオリジナルス。何これ、なんか書いてある。ちょっと読めないけど、このコートいいんじゃないですか。はい、かわいい。しかも綺麗。このタグなんて書いてあるか読める？読めんよね。これちょっと期待してみますか。じゃあこれは後で調べます。やっと2つ目出てきた。次。はい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 、140。キッズだね。キッズ多いな。はいはい。あー、これもノンブランド。これもノンブランドですね。ノンブランドのパンツになります。はい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 。はい、お次 H&M のパンツですね。はい、次。あ、レイジブルーラッシュ着てる。あー、そういう系か。大学生の男の子とか20代前半の子がこれを持ってきたのかな。リサイクルに持ってきてくれたんですかね。はい、 H&M のハーフパンツ。これかわいいじゃん、ペイズリー柄。まだ2つしかねえぞ。これはギャップ、ギャップのコーデュロイパンツ。これメンズかな。これも古着屋さん。はい、次はバンホーセンかな、読むのかな、の長袖シャツです。これかわいいじゃん、ビッグサイズピース。はい、次。お、なんだこれ。 TUC です。あ、 TUC だ。これかわいいじゃん。はい、後ろこのロゴ、なんかロゴによって高いやつあるよね。なんて書いてあるか。ラフリスペクトドゥ。なんか尊敬されてますね。最上級の尊敬って感じですね。はい、ザラマン、ザラ。あ、ちょっとステューシーを調べるか。はい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 。次もザラ。いいじゃんいいじゃん。これアイロンかければすごい綺麗なんじゃないですか。かわいい。はい、白パン流行るのかな。ちょっと前まで流行ってたけど。お、何これ、ちょっと良さそう。フューチャー、フューチャー。あ、エンチャーテンのこれかわいい。パーカーです、パーカー。ほら、で後ろはブーシ。いや、いいっすよ。嬉しいけど。あ、ジュビロ、ジュビロさん多いっすね。ジュビロさんいっぱいあるよ。そうです、静岡から来てるわけじゃないんだよ。ちょっとネタバレをすると、静岡から来てるわけではない。静岡県内ではない、はい、ただ国内仕入れ。これはなんだ、クラシックマリンスタイル。あ、これそんなに高くなさそうなですね。はい、じゃあ、なにこれ。はい、
これもバッドボーイだ。これよく履いてたよ、小学校の頃。バッドボーイ懐かしいね。おい、お次、じゃーん。あ、パレード。あ、めっちゃ綺麗じゃん。これいい。速攻売れるよ、ビークローゼットなら。ただ、高額ではない。はい、これ。あ、何？お、ナイキのパーカー。あ、これめっちゃデザイン。ほら、ロゴが3つ並んでて。さあ、バックも派手。ワールドツアー、東京。なんだろ、これ。ムーブヤボディ、ムーブヤソール。何これ？何のブランドだろう？ビバートンオレゴン。ごめん、ちょっと俺有名な人かもしれないけど分からんわ調べよう。これそしてラスト2つです。こちら、チャーレン、ノンブランドっていうか、ヨレヨレー。では最後です。僕ね、取っときました。これ高いでしょってやつがちょっと中盤の方で見つかったんで、ちょっとお見せします。こちらです。じゃん、スカジャン。何のブランドか分かんないけど、めっちゃ可愛いベロアのスカジャン出てきました。これは高いぜ。 U1234U が4つっすね。ってことは4流そんなこと言っちゃかんけど。はい、次 OO がね、バックにもフロントにもね、こうついてるっていうね、ちょっと逆だったけど。なんだろうこれ。あ、グリーマン知ってます？グリーマン、ほら、なんだろう。これもちょっと調べましょうか。いいね、めっちゃかっこいいじゃんこれ。フリーサイズ、ジップが YKK。 まだあるよ、ちょっと色あせてるけど、これは1万超えてくる可能性がある。スカジャンっつうのはね、見つけたらね、機械的にね、調べた方がいいっす。高いのが多い。よし、じゃあ調べていきましょう。まずはこちらステューシーから調べていきましょうか。ステューシーナフリスペクト。はい、じゃあいきましょう。まずステューシー T シャツナフリスペクト、じゃあ出てこなかったってことか。普通にステューシー T シャツで調べるか。多すぎるけどね物本ではある、おそらく。絞り込むか。これ出てこなかったら、だいたいステューシーの T シャツっていうのの相場が3000円ぐらいなんですよ。おそらく3000円から4000円ぐらい、まあ、この状態でね。なので、まあ、4000円ってことにしときましょうか。出てくることを祈るが、レゲエって入れとくか。レゲエ、はい、出てこんね。はい、じゃあ4000円ってことにしときましょうもうちょっと下手したら安いかもしれないけど、まあ、S サイズだし、ちっちゃいしね。ビッグサイズだったらもうちょっとつけてたかったな。では次こちら行きましょうか。この謎のブランド、さあ読み方すらもわからないから、とりあえずアルファベットを打ち続けるか。 VIPPORIO。 あ、出てきた。ビットリオゴールド。初めて聞くな。カタカナで検索するか。え、これ知らなかったら恥ずかしい系のブランドかもしれん。わからんけど。あ、結構出てくる。あー、安いね。売り切れ状況を見るか。ちょっと売り切れで見れば実際の販売価格がわかるんで、あー、まあ、1000円から1600円ぐらいですね。高くて1600円って感じ。あ、中にはなんか5000円とかもあるけど、多分おそらくかなり新しい方で人気がある方になると思われる。はい、じゃあこれはビークローゼットさんですね。読みが甘かったです。ただいいブランドですね。すごい素材もいいし、形もかっこよかったです。はい、じゃあこちら次、ラン、アディダスのコート見ていきましょう。これちょっと高いような気がするんだけどね。はい、こういうのはまずはアディダスは型番から折ってった方がね、楽だと思われる。めっちゃ古いよ、ほらデサントって書いてあるから。はい、こちらの AA2128 ってやつが型番です。まずは Google で調べるか。ほい、やべえ、アメリカン国際空港の便が出てきた。ポーランドに行ける行きたいけど、去年のタイで味しめてるけど最高だったよ。あ、これかな。ペーペーフリマに同じやつが出てそう。ペーペーフリマの金額はおいくらでしょう。じゃあ、あ、色違いの紺色で4300円で売れていない。お、アディダストレフォイル、80年代90年代のヴィンテージらしいよまあ4000円だからね。もうちょっと調べよう。もうちょっと。これ型番入れたら、あんまりメルカリで型番でヒットするってことないんですよ。だけど、だってあのナイキですらもう型番で打ってもそこまで出てこんからね。だけどワンチャンあるかもしれん。かけよう。これでどうするの。使いこなせてないっていうね。出てこない。ビトンの44万のバッグ出てるし。まあけど、だいたいちょっと今調べたんですけど、だいたい5、6000円かな。まあいいとこでちょっと低く見積もって5、6000円かなって感じなんで、こちらはまあちょっと6000円ぐらいしときますか。まあ、ちょっとそんなにね、大量に調べる時間も今ないんで、まあ大体おおよそ6000円ぐらいの相場でいけると思います。はい、次ラストですよ。こちらじゃん、グリーマンのスカジャン。さあ早速、これは期待ができるんでね、バッチリ決めたいよ。グリーマン、ちょっとグリーマンで合ってるかわからんけどスカジャン。おお、同じの出てきた。同じのじゃんこれ。これおそらく同じのだよね。これが7390円で、いつ出たんだこれ。これがいつ出たのか知りたい。7時間前に出ておる。お、89、お手頃価格だな。他のスカジャンとかも、まあ、8000円とか7000円とか出てます。
そりゃそうだよね。こんないいもの1万円以上のものあったらそりゃうちに来る前に抜くよねって感じだけど、全然すごいよ。だって普通に B クローゼットで無人販売でマックス1000円、いやマジで普通にすごいよ。これね、 B クローゼットっていう無人の古着屋さんでマックス1000円で販売する仕入れの中にまさか7000円のものとか5000円のもの入ってるから、ね、しかも有名ブランドっていうことでね、まあまあまあ全然逆に1万以上のもの出るのってかなりレアな確率なんで、しょっぱな第1回目で2万円とか引いちゃってるんでちょっとねハードルが高くなってきてるっていうねって感じなんですけど、まあね、前回もコーチ見つけたし、今回はグリーマンのベロアのスカジャン出てきた、かなりいい感じの仕入れができてるんじゃないかなと思います。他にも B クローゼットに並ぶものもかなり SC ブランドの今定番の方だったりとか流行りの方とかがねずらっと入ってます。しかも備品です。しかもメンテナンスをして出しますっていうね、かなりの付加価値付きですっていう感じで宣伝していきます。はい、って感じでね、次回こそ1万円以上当てるぞ、頑張るぞ。はい、じゃあありがとうございました。バイバイ。